愛子さん、本当にご卒業、それから就職、おめでとうございます。ありがとう。本当に大変だと思いますけどね、頑張っていただきたいなと。お仕事では周りの方、とてもいい方に囲まれて、とても楽しく、そうでした、よかった。そういう出会いっていうのが一番大切ですからね、先輩方が優しく、楽しく、いろいろ教えて、よかったですね。